作業服専門店プロの作業員に限らず除雪用の長靴などお世話になった人も多いはずそのプロノを展開する会社が去年10月から新ジャンルに進出したこちらが作業服でおなじみのプロノを展開するハミウレが新しくオープンしたアパレルのお店なんですね、まあ、プロノとは一味違って非常におしゃれな雰囲気になっています プロノを展開する会社ハミウレが手掛ける一般向けのアパレル店舗おしゃれな服がずらりこちらがあのハミウレの店舗ということですけどだいぶこうプロノと違いますねそうですねかなり雰囲気はこだわってます、はい、照明ですとかこういった火の重機を使ってジャケットとかもあるんですねそうですね、はい、何品ぐらいあるんですか品種類は品揃えでいうと千種類は超えていあ,あそうですか 実はみうれは札幌生まれの企業1975年札幌東区の靴店として誕生作業靴とともにプロ向けの作業服も手がけるようになりプロのに発展したそして去年新ジャンルのアパレル店舗はみうれを札幌市内にオープンさせたこちらですね背中と腰のの部分に2箇所カ所ーーボンファイバーの 電熱シートが入ってまして専用のバッテリーをつないでいただきますとこの2箇所のパッドが発熱します最長で約10時間持ちます作業着のメーカーさんが出している商品ですこちらですね裏面がすべて着毛になっているのでかなり暖かいですタイツを履きたくないという男性の方とかにもおすすめですレバンガのマキゼ善はこのダウンを選んだ 中でも品薄になるほど人気なのがこの CM に登場するストレッチダウン CM に出演したバスケットレバンガ北海道の牧善選手にその着心地を聞いた軽軽いいでですすよ、めめちゃめちゃゃ<あ>僕もダウンあの何枚か持ってるんですけどその中でも一番軽いですね。 スストレッチ性はありますよ、ね、バ,スケバスケができるぐらい<ー>割とシンプルなんで意外に何にでも合うと思いますしさまざまな機能を追求した作業服の技術という強みを応用したアパレル商品なのだハミレの竹井社長プロの方の店っていうところのスタンスは変えずにやってるので。 えどうしても一般の方の入りにくさというか買い物しにくさみたいなものはまあ残ってしまうんですよねであるならばまあこういうう作ってえやっててやみようと機能性とデザイン性の追求はユニクロやワークマンなど大手でも競争が激しくハミュレもいかに差別化を図るか問われている。 価格の安さだけを追っているんではなくて、いいものをリーズナブルな価格でというのをこう追い求めて、ちょっと他社さんとはその辺で視点が違うものですから、とにかくいいものを作ってほしいんだということで、取引先、海外も含めてですけども、そういうことをお願いすると、今まではまあ安いものをとにかく作れとしか言われなかったということで、非常に喜んでいただけたりとか。ハミウレの商品を見ると 人気のストレッチダウンは9000円台後半全体的には4000円から5000円台が多く一般的なファストファッションよりもやや高めの設定長年メーカーと培ってきた品質がよりどころだ今回はみうれという店をやってますけれども新たな商品品揃えとか増えていくものがプロの方にとってもそのさらに機能性 の高いものがこう提供できるというふうにもつながっていくかなと思いますスタジオにはハミューレのアパレル商品をお借りしてきました、はい、まあ一番人気のダウンはちょっと品薄ということでね。今日持ってこれなかったんですけどもか、はい、この加熱式のベストですこれベストはい。これがあったかいやつそうです,うですちょっと着てみていいですかあどうぞんここにここに銃あったかい <laughs> <laughs> あったかい,あったかいこれがあれですね <laughs> そそれこにあのバッテリーが入ってバッテリーがあの全然気にならないですこのくらいの重さだったらこの温かさを頂戴できるからこのくらいは全然なんか背中一面に回路を張ってる感じこれが10時間10時間持ちます冬の選挙とか冬の選挙にはいいですねこれ上桂さんは機能性アパレル とそのヒートベストっていうんでしょうかね、はい、電熱ベストとかそれからここにあるあの暖かくなる靴下とかこういうインナー系のものっていうのは あのまあ、機能がまさに重要なんですけど、はい、一方でパンツとかそれからアウターのものですねそういったものっていうのは機能だけだとやっぱりお客さん最後は逃げちゃうんです大事なのはデザイン性かつてファストアパレルの U だったか、U、だった今も U なのかなユニクロさんがね良かったんだけれども売り上げが下がった時に何をしたかっていうとデザインをよくしたんですな,るほど、ね、なのでででで少ししププラライイススゾーンンが上で差別化を図るるとといいううここたらば機能プラスデザインっていうところで勝負すると 一層正気が出てくるんじゃないかなと思いました。はい。さあ、この後はですね。札幌で製造が始まりました。世界を一変させるようなすごい商品が登場します。